ご苦労様。ようこそ誘惑温泉へ。イエーイ。じゃあ、ここ。マラソン出て、今度だって全部ここにかけて、こう裏表で全部入ってますわ。全部メッセージが。そして、松本香織さんと。で、こんな感じで走って。おかげさまよ。おはようございます。お元気。どこ行くの？どっかあの道、この道、未来の道。ゴールもこうやって感じで、イエーイ。こういう感じで走ってます。私の岩城の自慢の農家の始めたお店です。優しい、美味しい、素晴らしい、三つ揃った素敵なシーというお店です。これでいいですか？どういうきっかけでこれ出しましたかね。私自身が農業をしてるんですけど、はい、私の祖父がもともと農業してたんですけど、で私は仕事を別の仕事をしていて休みの日に手伝いしてたんですけど、祖父が病気になっても農業できなくなるっていうのが分かって、うんうん、うちで作ったネギを使ってて、うん、であとお味噌もほがらか村って JA さんで買ったお味噌を使って、はい、地元のものをたっぷり使ったお味噌になっています、うん、美味しい。たっぷりのネギ味噌とタケノコもね、奥まで入ってますね、うん。川のせせらぎを聞きながら、いいなあ、こんな空気。うん、できたて。たっぷり、味噌も味効いて美味しいですね。味噌の香りと、手で見たら美味しいのが。ミックス大変美味しいですわ。最高。これも最高。今日も最高、うん、もっともっと氷川県産の農作物をもっと上手にこう魅力を伝えれるように、魅力と価値っていうのをもっともっと高めて いけるようなお店にしたいなと思ってます。私らに言わすと、ここの農家のあんたアイドルみたいな感じですね。素敵なお店です。もう雰囲気もいいし、うん、素晴らしいなと思って、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。笑顔でいきますか。笑顔さ、じゃあ3、2、1、どうぞ。あ、ここは、鍛冶屋さんなんですけども、珍しい人がやっております。僕が鍛冶屋を始めたきっかけは、鶏肉が切れなかったっていうところから始まりました。アルバイト先っていうのが個人の漫画喫茶だったんです、はい、でそこでそこの包丁もというか切れない時があったの で、でそれをオーナーに、もう包丁これ買い替え時じゃないんですかっていうふうに聞いて、そしたらオーナーが、いやいやこれは研ぐもんなんで包丁って、うん、って言って、研ぎ師で包丁を研いでもらって、はい、でまあそうすると驚くぐらいスパッと切れるんだから、はい、で包丁ってすごって。やっぱ鍛冶屋さんの
本来ある姿って床屋さんみたいなもんだと思うんです、うん、でその子供ぐらいの体格の人ももちろんいる、うん、で僕よりはるかに大きい人もいる、うん、でもその人たちが全部扱うものが同じっておかしくないですか。足びっしょり本当に職人技です。これもすごいの出番がこれぐらい使われてる。みんな最近だから これぐらいみんなが包丁って使えるんだよっていう認識が今ないから、まだまだ使えるんですけど芯がまだ残ってるんで、でもこういうのを使い切りだと思わずに切れんくなったって言ってポイって捨てちゃうっていうのが最近の残念なところ。普通の家庭の料理してるだけだったら多分生涯持ちます包丁一本。青銅を使うところにはそのメッセージを込めたりとか、うん、青銅の銅の字って金に同じって書くじゃないですか。金を命だと見立てて、うん、だけど鉄って金に失うじゃないですか。鉄は命を奪うんですよ、うん、銅を使うことによってまた戻ってくるっていう意味合いがあったらしいんですね、うんうん、みんなが美味しく調理する食材がまた自分のところに帰ってきてくれるように青銅をちょっと組み込もうとか、うん、来たお客さんだけじゃなくてそのお客さんが誰かにそれを授けたいあげたい送りたいっていう時にその人の気持ちを全部乗せれる全部乗せの商品が作りたいなっていう気持ちがあったので、うん、オーダーメイドっていうのを選ばせてもらいました。もっと鍛冶屋さんには何でも注文していいんだ何でも相談していいんだっていう、うん、頭を持ってくれたら鍛冶屋さんももっと楽しい仕事がいっぱい増えるんじゃないのかなっていう、うんふうに思います。岩国にも面白い人がいますね。私の自慢でした。はい。